どうも、シアレストの重岡と重岡です。今回はですね、今じゃ手に入れれない超希少車で低速コーナーもう超極上なお車入庫しましたので、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらに出ます。はい、令和1年式ハイエーススーパー GL のダークプライム2になります。はい、で2区の 2800cc ディーゼル車になります。5人乗車ですね。1G さん、はい、久々に 1G さん入荷できました。お、なんかホイールも変わってるんですよね。まあ、ちょっとカスタム店フロントの方からいきたいと思います。はい、はい、今回はシンプルめなカスタムとなっております。まあ、フロントのカスタム店としては、まあ、これが一番目につくかなと思います。 SX のフロントリップスポイラーバージョン4が付いております。バージョン4ね、はい、でライト類は純正、ヘッドライトの方は LED ヘッドライトで、ポジションランプが LED に切り替わってます。はい、でその下行ってもらうと、フォグランプも白色の LED ライトに変わっております。ほんなフォグとポジションは白色、そうですね、はい、でウィンカーとハイビームに関してはハロゲンライトになります。はい、で安全装備セーフティーセンスもついてます。はい、はい、フロントはフロントのカスタムはこんな感じですね。はい、はい、じゃあ次サイド、まず上の方から、ハイエース純正ドアバイザーついております。でその次下行ってもらうと、おお、決まってますね。これは EW18、はい、EW18 インチがついております。色は、プラチナ、高校としてますね。うん、やっぱでも高級感上がりますよね。上がりますね、EW はね。え、はい、全体の印象も結構引き締まってね、え、高級感増した感じで、エレガンスな感じになりますね。ねえ、これは3キロなんですか。そうですね、はい、うん、決まってますね。はい、はい、サイドはオーバーフェンダーついてないんで4ナンバーで乗れちゃいます。はい、で次後ろの方行きましょうか。まあ、後ろはですね、まあ、純正、まあ、そのままという感じですね。はい、はい、テールランプも純正のものがついております。はい、はい、でこう下向いてもらうとバックカメラがついているので、ナビ連動のバックカメラがついております。はい、これもね、鍵のボタンがついてたり、あー、スマートキーね。はい、はい、じゃあ次中の方行きましょうか。では次中の方行きたいんですけども、まずは、はい、トランクの方から。はい、まあ、トランクの方も何もついてない状態で純正のままとなります。てかめっちゃ綺麗ですね。もう今回の車めちゃくちゃ綺麗です。内装ともに外装もめちゃくちゃ綺麗になります。いや、もう本当に綺麗。はい、でサイドのこういったところも小傷とかがなくてね、全然ないですよね。はい、しかもルームランプ変えて LED のものに切り替わってますね。でまあダークプライム特徴の黒の天井になってるんで、はい、うん、結構中も綺麗ですね。うん、次2列目、1列目ともに純正シートとなります。はい、でフロアマットもハイエース純正のフロアマットがついております。前もね、はい、で運転席行くと、おー、でっかいナビついてますね。そうなんですよ、パナソニックさんの9インチフローティングナビがついております。で、あとこのステアリングとかもね、装備としてはね、結構もう充実したギアバッグ、はい、100V、 100V がついてたり、ね、さっきセーフティーセンスやったり、はい、で防弦ミラーね、防弦ミラーもついてますね。 ETC とバックカメは両方ついてますね。はい、ついております。うん、でも本当に前もすごい綺麗ですね。綺麗ですね、今回はね、中古車とはなんか思えないぐらい。そうなんですよ。ちょっと反対の外装も見ていいですか。はい、うん、全然へこみ、擦り傷もないぐらいですよね。ねえ、いや、前のオーナーさんすごいなんか大事に乗られてそうですね。わかりますね。はい、でこちらのお車、ロガパワースライドドアとなっていますので、あ、自動ドア、ほんの、はい、メーカーオプションめっちゃついてますね。そうですね、もうフル装備っていう感じですかね。ね、ちなみに距離どれぐらいですか。はい、距離が約1万キロ。あ、やからこんな綺麗っていうのもありますね。そうですね、低走行で状態も良くっていう感じです
ね。うん、はい、じゃあ最後に価格を教えてください。はい、こちらの 1G3 車両本体価格は389万になります。389万。はい、いやーでも本当にね、もう新車ではこのカラー手に入れないから。そうですね、うちの新車でももう取り扱い今できるかできんかぐらいのね、もう多分全部なくなりましたね。そうですね、はい、うん、中古車でももう結構入手困難っていう感じなんで、それでこの内装も綺麗かったり、まあ、外装もですけど、うん、で低走行でディーゼル車っていうところで結構希少価値はあると思います。そうですね、はい、まあ、実際ご来店いただいてと思いますので、はい、今回はこの貴重な 1G さんのご紹介動画となります。ありがとうございます。